いや、他の子は普通に見てる中で、はい、その子だけが一生懸命くる。車、うん、にでも、そうですね。個体差すごくあって、<ー>好奇心の個体差で。あ、皆様、あのおはようございます。あの、今日ゲストで、あの来ていただいているのが。あの、写真家でもあり、あの、ジャーナリストでもある、あの、水口博也さん。 です私はあのずっとイルカクジラでお世話になってきましてでもう何十年30年以上お世話になってきてるんですけど実はこのミナク口さんが最近馬を取り始めたということで,でその馬に関して音楽にですねあのまだ若い来たばっかりの先生なんですけどもリング・フォーバーもなみ先生という馬の行動学で、まあ、あの最近新しい研究どんどんされてる先生が来られたので、まあ、ミナク口さんがリング・フォーバー先生に逆なんですね普段の ふだんとはね普段は教員が専門家に聞くんですけども今回は皆さん馬、まあ、初心者のくさんがいろいろ見てきたことを深めたいのでリング・フォー・ファー先生に聞くというそういう会になっておりますでもあんまり専門的にならずにぜひ緩く楽しくやりたいと思いますのであのお願いしたいと思いますそれぞれ簡単に自己紹介だけしていただいてもよろしいですかすみませんこんにちはみなく口ですあの、まあ、元々長く海の 哺乳類を取ってたんですけどもちょっと別のこともしたいなということとあでその対象に何がいいかなと思ったらやっぱりあのもう私が長くかかってきたシャチというのが非常に社会性のある動物で,でそれが全それを陸の動物で見たいなと思った時に日本の動物で考えるとやっぱりニホンザルとミサキウマに代表される馬になるので,でまあ日本の特にあ,のあまり 大きな旅行をしなくても見れる日本の在来馬を中心に見ていこうかなと思ったのがまあ、きっかけです。で今日はちょっといくつかまあ、馬のあの資料等をずいぶん目を通すようになったんですけどもお聞きしたいところがいろいろあって、えー、この機会を設けていただいたという次第ですね。はい、えー、リンガファと申します。えー、今ですね馬のえー、っとまあ、社会性についてですねあの研究をしているんですけど、まあ、あの長久に 日本立ててというかやってることがありまして、まあ野生化まあ今日結構お話しするかなっていう、まあ、あの野生にいるまあ馬たち最野生馬とも言われるあのまあ一度家畜化されてまあ飼われてた馬が放たれてて、まあ、馬たちの,あのまあ社会行動を、まあ、馬社会の中の馬を見るっていうのことをしてるのともう一つはえ飼育下の馬を対象にまあどれぐらい人の心を理解しているのかとか、まあ、そういった社会的認知能力ともその社会的認知能力とまっわれる。 そのまあ、の相手とのやり取りの中でですね発揮されるまあ知性とか認知能力といわれるところそういうのをちょっと実験とかあのー。 用いて、あの検証する、まあ研究をしています。で、まあ、私の最初目標は、まあ、馬と人が、なんでここまで。あの系統進化的にも、ね、あの離れた異種なのに、なんでここまで密接になれたのか。っていう、まあ、そういった関係築けるのかって、まあ、そこが一番の疑問だったので、まあ、その理由を探るということで。あの、馬社会の馬を見る、まあ、人社会の中の馬を見る、ということで、やっております。ね、休む時は、そう<え>、あ、ごめんなさい、休む時集まるんでね。あ、休む。はその。 休息とかの時ってやっぱり被植動物、はい、食べられる側なので、はい、休んでる時とかあと水飲む時ってすごくこう集合、はい、集合しやすくて、はい、距離感が変わってだからそこの休んでる時の距離を見ると社会関係がより分かってするんです。やっぱり仲いいほど休息時にくっついて休むっていうので、はいはい、私それ指標にしたあと馬って交互にこう休むんです。あれ 決まったペアしかしかないんですね、はい、でまだあまりこう検は進んでないんですけど、はい、あれは何かしらこうやっぱり仲いい同士が、まあ、本当に仲いい子が、はい、一応言われてるのはですね、はい、顔に来るハエとかが。 吸血性の根治とかそういうのがあの追い払うためにお互いのオーシはただ本当に検証はまだされてないですけど馬会では結構それがそうじゃないか協力行動じゃないかみたいなその時にこう集まって例えば馬ってこうハレムを作るというこれはその一つのハレム考えていいんですか。まあそれまでこと多いですよ。ああそっかわかんないけど にハーレムとかなななど10頭前後ででそんん多くないんですね、はいでまあ、ただその初めての人とかが見ると、はい、なかなかあ,のあと人に管理とかが入っちゃうと結構その群れごとハレム群ごとがくっついていたりするのでる、はい、一瞬同じ群れに見えてしまったりするんですけど。あ 実際は本当にこうずっと距離感見てると、はい、やっぱり同じハレム群の子たちの方がやっぱり本当にもっと密で休息の時も同じハレムの子の方がこうちゃんと凝集してて<る>でも仲いいハレム群と,とかもいるんですよ。 関係が違うので仲良いハレム群同士だとある程度近く1 0ルとかそれぐらいでまた休息してるとかもありえてそうするとなんか一瞬あれ同じ群れなのかなぐらいに思うこともあるっていうこの飼育下だとなんかちょっと分かりづらいですけどちょっとね違う気はしながらでも真ん中ら辺はちょっとね右後ろはなんかこうちょっと混じり合ってるのでもしかしたら木を挟んでちょっと分かれてるかもしれないですけどちょっとこれはこう何分か見ないとあのどこで分かれてるかなっていうのちょっと分かり やりで,うですよ、ね、群れ同士い。はあ、事前にもらってる質問の中で、はい、馬にから今の見せていただいた映像とも絡むので、うんとまあ、たくさん馬を見てらっしゃってきたと思うんですけども皆、まあ、口さんもリング・フォーファー先生もそれぞれどこで見たどんな馬が一番印象に残っているかっていうのがありましたらこれ三崎馬の話なんですけど車を使っていくんですけど。 ある時、車を止めて見てたら、若い馬がですね、一生懸命、車のボディーを歯でかくんですね。<laughs> で、かなり大きな傷をつけられたことがあるんだけど、<laughs> あれって、なんかこう、情動行動というのが、なんかすな、なんかなんですかね。いや、水崎馬、その、それぐらいこう、土地が、あ土地があるところで、 ななかなかそそのの行動が出てるととはちょっと考えづらいんですけどその飼育下でだと結構ねやっぱりその口寂しくない食べるものがずっとね食べる時間がやっぱり飼育下だと1日3時間とか本当本来なら1日16時間とか食べてる馬たちが、まあ、3時間になるから口寂しくなってそういう浄土行動ってか、まあ、みかみしたりこう削壁ってこう空気飲のみ込むのがあったりするんですけどおそらくそれではないのかなと思って、まあ、探査行動って本当にこう何かさ探りたい好奇心で馬って結局その遠くね 遠い場合は見て確かめて聞いて確かめて近くなるとだんだん。今度匂い嗅いで。次はこう噛んだりこう探ったり。 ちょっとしすすんでその多分延長で何だろうこれでって考えしちゃってるんじゃないかなと思いますけど実際そのねちょっと映像見ないと正確なことは分かんないですけどおそらく三崎馬ぐらいのとこに行ってそのそういったね走とかは出づらいかなと思うので探査行動の一種なんじゃないかなと人にとっては迷惑なので問題になるかもですけども他の子が普通に見てる中でその子だけが一生懸命来る前っ そう,ね、そうですね個体差すごくあって好奇心の個体差で、はい、私たちもそれこそあのポルトガルの,そのアルガんっていう山で、はい、まあ馬たち、ね、いろんな何百頭の馬、まあまあ、歴代見てきたんですけど、はい、好奇心の違いはす、まあ、性格、うん っていうかそれはすごく違って、はい、で特に子馬はやっぱり一番好奇心旺盛、はい、で,で特にその中でもやっぱ人に寄ってくる子ってなんかね毎年1頭はなんかいたんですよね。はい、1> 1頭だけな大体、はい、で他の子は横からこ「えー、大丈夫?」みたいに見てるだけなんですけど、はい、なんかやったら慣れない子馬とかがいて、はいはい、もう私もそれこそ長靴かまれたりなるだけこ,うこっちはじっとしてね、はい、構わないようにしてるんですけどカメラとかも前に 立ちはだかるので観察ができなくなるからちょっとどいって,てちょっとこづいたりとか <laughs>、はい、それぐらいの子もいました、はい、完全な野生でもだからやっぱそういう子はいるんじゃないかな<の>本当好奇心っていうと子かなと思いますあと、うん、その時にね馬の刃ってこんな強いんだと思ったのは、うん、横で見てたら普通にこう甘神甘神っていうか、うん、たこう触れてるような感じだったので気にしなかったんですよ、うん、<laughs> あと で、車を見ると、すごい深い傷が <laughs> かい。かいついてたのであ、あれだけ力あるんだなと。そうです。馬は、あの、上下とも歯がね、生えてて、はい、まあ、他の、あの、大型草食獣で、半数動物、まあ、牛とか、鹿か、はいはい、そこそういうのになると。まあ、か、ね、か。 あの上下に歯が生えてないのでそんなに噛まれたとってそんなにね、はい、大したことないんですけど馬はやっぱちゃんとこう草を噛み切ってあのできる分のそのしっかりとした歯、はい、もう本当にガブってこう掴んで離さないっていう、はい、歯があるので、はいはい、結構。 あの装飾中ですけど噛まれといたいっていうのは馬接してる人はやっぱ1回ぐらいはみんな噛まれたりしてる人は分かってるところでなんか肉が潰れちゃうっていうのがあるんですけど人が噛まれるとずっとそういうことになったりもするので結構大惨事になることもあるっていうのでやっぱそこら辺噛まれることはもちろんしちゃだめなんですけど注意して接したりそういうことがあったらそういう癖とかある子だったらやっぱ癖を治すとかはしなきゃいけないねっていうのはあります あでもあのリ,リング・フォーバー先生の方もああのこ,ここで見たこんな馬が印象的だったっていうのも,もしあればです、ねまあ、学生からの質問す、ね、あす。すごい今の稲口さんみたいにこうす,こうすごい特定したこうエピソードとかっていうとこうなかなかいろいろありすぎて難しいんですけどやはりやっぱりまあその野生科の馬たちっていうのがやっぱ一番。 印象で、まあ、あの最初にこうそのフィールドに行った時にやっぱり今まで飼育下の馬しか見たことがなかったのでその馬とその完全に野生で,でしかもオオカミとかもいるようなそういった生態系の中で馬がいるというのを初めて見た時にあ馬ってこういう生き物だったのかとか、まあ、その今までの馬感が完全にこう覆されたというかもうすごくこう 驚きとあと感動となんかすごい緻密なやり取りを馬同士がやってるとかもうあの何ですかね本当に馬だけの社会でこう何て言うんですかいろんな関係性があっていろんなやり取りがあってそれがこうその群れの中にこう彼らが警戒しなくなって群れの中に入り込めてそれがこう何ですかねつぶさにというか本当に身近で観察的もうそれが一番こうもう。 それがもう一番楽しいし感動するしっていうのであのもう人も他に誰もいない中で胸の中であの自分が座ってでも鳥が鳴いているあと風の音がする中だけで馬が自然に行動してるそれが私が一番好きなこ結景それが一番印象にあるところですから<ー>何がなくてもでもそれでもで、うん <laughs> 今まで私、イルカクジラのフィールドが一番フィールドワークが楽しいと思ってましたけど、負けないぐらい馬のフィールドワークもなんか楽しそうです。<laughs> やっぱりフィールドワークです。んですけど、やっぱりまああの人にもよると思うんですけど、私もやっぱり、フィールドってね、一日中外だと暑い、寒い、うん。 風だ雨だ雨大変なこと多いんですけど <laughs> 体温もあれだしでもやっぱ一番楽しいのはフィールドで <laughs> でやっぱ動物たちの本当にあの,巣の姿を見れるっていう時が一番楽しいし、うん、あのやっぱりこういなんかいろんなことやる意欲にもなるし、ね。<laughs>